マイター。マイター、スポーツインターナショナル、マイター、イタリア語読みは、ミトラは、スポーツ用品のブランドである。1817年に、イギリス中部ヨークシャーのハダースフィールドで、ベンジャミン・クルークによって、ナメシガー工場として設立。司教官という意味のブランド名をモチーフに、ロゴが作成された、世界最古のルメーカーである。世界三大ボールメーカーの一つに数えられ、 ヨーロッパを中心にその名は広く、サッカー、ラグビー愛好家にとどまらず、知られている。世界最古のカップ戦といわれる FA カップの公式級として1966年より2006年まで、実に40年間もの長期にわたり、ボールサプライヤーとして支え続けた。1880年当時川で作られることが、一般的だったボールに、独自の高度な川加工技術を応用し、 サッカーボール、ラグビーボールの開発、生産を開始。続いて、ボクシンググローブやクリケット用グラブ等も商品化、ボールメーカーとしての地位を確立する。1888年プレストンノースエンドが巻いたのボールを使って、フットボールリーグ最初のリーグチャンピオンと FA カップを獲得した。1889年靴底に、 金属のブレードがついたスパイク付きサッカーシューズを世界で初めて作成。マイターが手掛ける革製品の評価は高く、その技術は紳士靴にも反映され、イングランドだけでなく世界のあらゆる箇所にて生産されることになり、靴づくりにおいても革新的な技術力を持ちその製法はヨーロッパを超えて世界中のシューズメーカーに広く影響を与えた。 1950年18年のサッカーボールの主流を作り、英国市場から世界市場へと進出。その後、世界で最初にフィファコーニを得たボールメーカーとなった。現在の白をベースとしたものではなく、ナメシ川特有の光沢を持った茶色のボールが当時は主流だった。1959年にはテニスラケット、クリケット用具、スポーツ用、 レザーバッグ等の品目を追加。1966年スコットランド出身のストライカー、デニスローのサポートを開始。ボビー・チャールトンやジョージ・ベストラと共にマンチェスター・ユナイテッドの黄金時代を築いた。当時の人気選手の足元を支えた。イングランド代表公式試合玉のサポートをスタート。1978年世紀の一戦。 プロボクシングのモハメッドアリとレオンス・スピンクスのヘビー級、e、マッチでアリのスポンサーになりグローブやシューズをテクニカルサプライヤーとして作成。これによってマイターブランドが全米に波及された。1992年 FA プレミアリーグの公式級となる19。1995年スポーツアウトドアファッションブランドを多く抱えるペントランドグループに加わり、 世界55カ国に販売される。1998年スコットランドプレミアムリーグの公式級となる。2005年本社社屋をロンドンに移す。この年の春より日本での販売を本格的にスタートさせる。2006年 J リーグディビジョン2のミトホーリーホックとサプライヤー契約を締結。2007年チャンピオンシップフットボールリーグ1フットボールリーグ2 からなる、イングランドフットボールリーグの公式級契約を2011年まで更新。イングランドフットボールリーグ、イップスウィッチタウン FC とユニフォームサプライヤー契約を締結。マイターのサッカーボールの内部の素材には天然ラテックスチューブが多く用いられている。またチューブは天然、人口に関わらず小さめに作られているため少量の空気を入れるだけで新玉、ま。 綺麗な球体になりやすい。上級機種には、へそのくびれ部分に挟み込んだ布が貼り付けてあり、剥がれ落ちる心配がなく、へその反対側にバランサーをつけることで、重量バランスをうまく取られている。マイターの代表的なパネル枚数は基本型の18枚と、上級モデルに使われる26枚。一般的な気候型は円形にしやすいが、パネルの形状が違うため、 マダマにはならないことと、縫い目が多くなるため、正しいレスポンスが期待しにくい。そのため、縫い目を減らすと同時にマダマに近づけるため、マイター独自のパネル形状を使用している。天然ブチルを使用することによりよく弾み、よく飛ぶことが長所。反面、ボールを蹴るポイントが少しでもずれるとまっすぐに飛びにくく、正確なトラップ、シュートが、プレイヤーに要求されてしまうが、 その分上達も早くなるということである。2004年から日本で代理店契約が始まり、ヨーロッパのボール文化を日本で初めて株式会社ロイヤルが営業、販売することになる。2006年から J リーグ、ミトホーリーホックのテクニカルスポンサーを2年契約で開始。2009年には奈良クラブとユニフォーム契約を結ぶ。2013年、 イミオが、マイターブランドを管轄する英国ペントランド社から、ブランドの独占販売権を獲得。鹿児島ユナイテッド FC を含む各クラブへのユニフォーム供給のほか、独自デザインによるウェアの販売等を展開。2015年からは、カイリーグとオフィシャルレフェリースポンサーの契約を締結。2017年。 英国ペントランド社とイミオでのライセンス契約が2017年12月末日で満了することに伴い、マイターブランド商品の製造・販売を2017年12月末日で終了することを発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。